か、カトネ、マホ、私たちはテイコでーす。はい、というわけで机の上には何があるんですか。新冬服バージョン。イエーイ。前回夏服やって大好評だったので、はい、冬服を紹介していきたいと思います。イエーイ。じゃあもう早速、はい、紹介していきましょう。はい、レッツチェックオン。じゃあ一着目、私は黒のタイトなワンピースでーす。めっちゃかわいい。かわいいの、なんかここの首の形がこういう風な形で、上着着てるみたい。そう、こう着てないんだけど、こういうタイトなワンピースに自分でにはなっちゃうんだけど、こういう感じで。え、待って、でもめっちゃかわいい。なんかギャルさ、無地なもの1個あったら楽かなと思って。生地もいい感じだし、そう、別に悪くない。ラッパーの彼女みたい彼氏がラップしてる間後ろの DJ だけこうやってやりたいと思います。あともう一つ、このブーツでーす。え、それ可愛いと思ってた。めっちゃめっちゃ可愛くて、これすっごい履き心地も良くて、あと何より可愛いのがここの丸丸感、この丸感がね、もう超好きなの。以上でーす。はい、ということで私はしましまのニットでーす。これね、虫食われたんじゃなくて生地感とかは結構ね、薄め薄めだから、まあ洗濯すぐ乾くかなみたいなめっちゃ干してるやん腕透けてるやん。確かに、ちょっと透けてるかも、ね、結構そう、ちょっと透けてるから、まあなんかこれ一枚っていうよりかは中に白いやつ着てこれにしようかなみたいな感じでーす、ね、結構デザインが可愛いから、うん、お気に入りでーす。イエーイ。はるたです。上と下なんですけど、このニット、うん、めっちゃ可愛い。結構でかいな、ニットとかズボンとか、うんうん、失敗したくないから TikTok を見て、うん、本当に買ってる人のを見て注文番号みたいな出てくるんだよ。あ、はいはいはい、それも載せてくれてて、でそれをコピーして検索したら僕が出てくるみたいな感じ。本当にみんなこの機能いいよ。でもね、ここのね、このちゃん、イシちゃんなんだよ。うちはサブカル系の服が欲しかったから、サブカル系で探したらボーイッシュだけど、ちょっと女の子感もあるよね。セカンドね、普通にデニム、うん、2人4000円コーデだね、これ。見えない。一発目から大当たり。はい、2着目。私は、まあ、ただ上を着ただけなんですけど、ニット素材のパーカーですね、うん。なんだかちょっと私的には気に入ってはないです。なんか丈感が微妙なんだよね、このおうちスタイルでいいんじゃない。色とかはめっちゃ可愛いと思います。うん、マホならなんかもっといい感じに着こなせると思う。ま、うん、でもポッケがないんですよ、ここポッケがないです。以上です。チャチャーン。シーンにクリスマスグッズみたいなのがあったの。クリスマスの可愛いサンタコスみたいなやつも売ってたし、可愛いクリスマスのパジャマみたいなのがあったので、なんかちょっと彼氏とかになんかちょっと可愛い私を見せたいっていう時に、そういうなんか服みたいな、なんか企画とかでも使えるかなと思って。絶対使えるね。私見つけちゃったの。あ、こっち側に爪2本だけある。これ多分爪じゃないの。何これ、これ包装じゃない、爪みたいな形してない。洋服はじゃじゃーん、緑、かわいい。タイダイ柄私結構好きなんですよね。生地感はまあまあいい感じって感じです。以上でーす。はい、はるかです。ビッグウォーマーと中に着てるオーダーのこれが T シャツです。で、この T シャツね、めっちゃね口コミ良かった。これ絶対買った方がいいよって書いてあったTikTok で見てね。で、本当ね、これね、手につけるやつなんだよ。あ、そうなの。そう、ニット生地なんだよ。すごく伸びるから足につけても可愛いかなと思って足にしちゃった。へぇ、ズボンは、あ、ズボンは、うん、ジーブン。ジーブン。あ、ジーブン。それが本当にいい、うん、こんな感じでした。へぇ。じゃあ手につけてるときは足につけられなくて、うん、足につけてるときは手につけられないんだね。当たり前だね。いや、めっちゃ当たり前のこと言ってたの。はい、ということで3着目。3着目、このトップスでーす。かわいい。先生、今日の授業何ですか。今日はイングリッシュだよ。トゥワイスっぽい。トゥワイスがこういう衣装してますよ。K-POP、 確かにそうね。あ、そう、
これセットアップみたいな感じで写真こうやってポンって当たったから、じゃあ下も来るんだと思ってウキウキしてたら下入ってなくて。そして、メガネはちょっと似合ってるかは置いといて、すっぴんの時とかさ、帽子にこれみたいな。うん、こういう風に、ちゃんと入れ物にこの中入ってるから、シーンって感じ。そう。そしてこれもついてくるから、こうふきふきできるので、すごい活用できると思います。NEXT! え、すごい！日本忍者スタイルです。いつもダボっとしたやつばっかりで、なんかこういうピチッとした上の履くないなと思って。で、ここなんかスリット入ってて、めっちゃ可愛いなぁと思ってて、購入してみました。はるかは、なんかさっき言った見覚えがあるなと思うんですけど。一緒だよ！これね、さっきのニットには、こういう作りがなかったんですけど、今回は、親指入れがあります。ピンクの人何してるんですか？食べてるんですか？ピアス。これどうやってやるの？開いてなくてもつけれるやつ。これシルバーとゴールドと黒。三色展開です。で、なんか真帆も買ってたらしいので一緒につけようって言って今つけてるんですけど。まだつかないわ。要注意なんですけど、唇が分厚い人は入れません、これ。爪がいろいろさ。すげえ！どう？これね。4着目！下は全然私物ゴムショルダーになってて、そしてすごく長いの。だからすごい下まで、ここまで行くよ。こういう風に鎖骨を出して、アクセサリーをつけて、燃え袖して、モテそう。で、そう、モテ意識しました。モテたい人はぜひこれを買ってください。で、生地感もめっちゃいいですよ。見て、ビヨンビヨンだし。絶対魔法が好きな生地感だなと思って。そう、めっちゃ好き、めっちゃ好き。です。オーバーと可愛いバージョンって感じ。わお！痛い。どうしたの？痛いよ。痛い。何本当に？これは。整形しました。リフトアップ整形。なんなら整形中。これは、リフトアップする用のゴムみたいなやつです。これをずっとつけるから、動画の最初と最後、最後ビフォーアフターやって。オッケー。本当に変わってるかどうか。皆さんもチェックしてるね。チェックしてる。今のこれビフォーを、次アフター来るんで。これビフォーこれビフォーだね生地感的には、うん。あのね、なんかパンツみたいな感じだからであ、これがメインこれがメインなんか、はるかも似合いそう。うん。共有するか。そうだな。したくなさそうな顔。次回に今までで一番しっかりしてる。あ、確かに。うん、めっちゃしっかりしてる。かわいい。超かわいい。4着目、はるかは、マウスで使えそうな、スウェットの黒を買いました。おー、めっちゃいいじゃん。中が裏肝みたいな感じだから、今の時期、着やすいし、そう、動きやすいし。え、なんか似合ってるよ、はるかさんは別に。なんか下がさ、ダボに詰まってる感じ。そう。ダボに詰まってる。かわいい。さん、おー。あー、ポッケの位置低い。ちょっと待って。ちょっと待って、後ろ見て。お尻だポッケの位置低すぎて、ケツがちっちゃく見える。あ、でもかわいいね。こんな感じ。いい。絶対いっぱい使います。Good。Good。Good。5着目！イェーイ！夏のシーンの時に、これの黒バージョンを買ったんですよ。やっぱり！それの白を買いました。でもちょっとね、透ける、結構。こちら、よいよいの動画の時のインナーとして来ました。衣装で白ってなった時に使えるかなと思って買いました。じゃじゃーん、私は帽子を買いました。かわいい。めっちゃかわいいよね。かわいい、高級感ある。意外と帽子って形とかちゃんと目で見てわかんないと変になるかなと思ってたんで、結構捨て垢っていうか捨て垢ではない。なんか意外と被ってみたらめちゃめちゃ良かったから。かわいい。かわいい。この冬この人大活躍する。この人大活躍しそう。ね。うん、はい、はるかはもう服がなくなって小物に入りたいと思います。まず、
こちら iPhone ケースです。これ猫なんだよ。かわいい、めっちゃかわいい。かわいくない？しかもこれあれ TikTok TikTok あー出ました出ましたよ。そうで、これは別売りで猫で猫で揃えました。これがないと無理なんだよ、うんね、あともう一個はこちらのショルダーがついている iPhone ケースです。かわいい、かわいい。あで、このウサギは別売りでした。どー67 7か7マジオでーす皆様にご報告。何？ここがこうなってた。えカナピオです。ここをママにやってもらう。最近ね、ワンピースがもうどれだけ楽かっていうことに気づいてしまって、それに黒のさ帽子かぶったらもう明らかもうそうだもん。いや魔女だこれかぶって杖持ったら魔女だよ。赤いリボンをつけてほうき持ってほしい。いやキーキーね私みたいな骨格の人はすごくこういう服が似合うんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。あーよく見えるよく見える。おーおーおーおお、これはですね、うん、ライトでーす。こういう風な感じで、これは1種類しかなくて、うん、これ TikTok とか やるときに使おうかなと思ってて、うん、あんま夕方とかに撮影できないから人工的に夕方を作ろうかなと思ってこれを買いました。え、いいね。よかったら TikTok とかでも上がるので、みんな TikTok 見てねー。はい、そしたら次、はるくはネイルパーツです。わぁ！まずこれはネイルチップ。かわいい、かわいい。これなんかつける粘着テープもついてたんで、うん、これめっちゃいいです。で、こちらはネイルシールです。おぉー！動物たち。そう。そしてこの3つ。十字架。で、パールがついてる感じ。かわいい。結構大ぶり。中にパールがいる。そう。そしてこれは、六色展開のハートです。へぇー。はるかがネイルしたの、これ。かわいい！すごい。めっちゃすごい。だからこれ自分でやったから、実質ただなんで、シーンでネイルパーツいっぱい買って、うん、自分でやった方がコスパがいいと思う。そうだね。じゃあ、オープンザ・ドア！まだまだ近くに。ちょっと待って。ん？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  ん？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  ん？ ん？ん？ん？ ん？ん？ ん？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  ん？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 こんな結果になるならやんなきゃよかったまあ、あんま期待してはなかったんですけどね、うん、はい、ということで以上で新購入品3万円分でした。イエーイ。夏服の時に比べたら、うん、ハズレがなかったと思うので、新、うん、のアプリだけじゃなくて他のアプリでもう着てる人を見て探したりとかできる時代だから、うん、みんなが好きな服が見つかればいいなと思いました、うん、結構美容グッズとかもいっぱいあったので、うん、ちょっと試したいな程度の感覚でやってみるのも全然ありかなって思った。確かにこのレビューを見てぜひいいなと思ったら買ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上ゼロでした。